どうもシルクロードです、今回もトークをやっていきたいと思います。僕の小学校の時で、小学校の時僕本当にやんちゃで、本当にジャイアニズムといいますか、本当に自分勝手な性格で、本当に今ではもう黒歴史みたいなようなもんなんですけど、それで僕ともう一人ちょっとやんちゃな友達がもう一人いて、その子と2人でずっと遊んでて、ある女の子がいたんですけど、その時本当に小学生って本当に無神経ですから、その女の子のことをつついたりして遊んでたんですよ。いやーいやーいと。そしたらその女の子がそれ授業中だったんですけど、その女の子がバッ席立ってサタタタタタって言って女子トイレの方に走ってったんです。で先生に「お前ら2人お前何してるんだ」と。ね、あの子嫌がってただろう。ね、僕が「あ、すいません、お前もうこうなったからにはもうあの子今女子トイレ行ったからもう男子だけど先生も言ってあげるから」先生女子だったんですけど、女性の先生で、先生も言ってあげるからちょっとあんたら2人ついてきて謝りなさい。分かりました。女子トイレに向かって先生が先に女子トイレ入って、そしたら「あれどこどこ誰々ちゃんどこ?」って言ったら、トイレの個室にこう閉じこもってたわけです。コンコンコン「出てきて出てきて」返事がなくて、で先生がいろいろと交渉してくれたら鍵がガチャッて開いてキーって開いて出てきてくれたわけです。でちょっとじゃあで先生が一回止まったんですよ。でその女の子をちょっとトイレから出して「ちょっとあんたたち2人入ってきなさい。あなたたちのやったことの重みを知りなさい」って言って、僕とその友達で女子トイレに「じゃあすいません」って入って、その個室をパッて見たらもう壁一面にもう僕らの名前で「誰々死ね誰々死ね誰々死ね」ってもうすっごい書いてあって、うわ俺ら本当にやばいことやっちゃったなと思って本当に反省して、で「誰々死ね誰々死ね」ってその僕のもう一人の方の友達の名前が書いてあったんですよ。多分その子の方がいじっちゃったんだろうね。でダーって言って「誰々死ね誰々死ね」っていうの本当にいっぱいあって、もういっぱいあって、最後の方にちょっと「シルクロード溺死」って書いてあった。俺死因？僕本当にちっちゃい頃は本当に何度も言うようにやんちゃで、スーパーとかコンビニとかの店に置いてあるものをお金を払うっていう仕組みを知らなかったんです。置いてあるものは食べていいと思っててずっと、ある日僕と、友達で僕のお母さん友達のお母さんでコンビニとか、スーパーコンビニですね、コンビニで行った時があったんです。品をやってお母さんたちが選んでる間に僕本当にお母さんの元からずっと離れてばっかいるんですよ。走ってそのままうろちょろしたりお菓子コーナー行って、でパッと僕の目についたのがバナナだったんですよ。でバナナあってお金払う買うっていう仕組みが分からなかったから、俺そのままバナナ食べちゃったんですよ買わずに。でお母さんに見つかって、それをねもう「すいません」店員さんにそれ謝って。お金払いますね、すいませんっつってお母さんはお金払ってくれたんですけど、で俺もでもなんかやってやったぜみたいな感覚があって、であれそういえば友達どこ行ったんだろうっつって「イエー!」って友達探しに行って「おおそこにいたのか!」って見たらそいつそこに置いてあったガム食い荒らして、おすすめ動画はこちら。スマホタブレットは概要欄から。サブチャンネルもあるよ、ホームページもあるよ、Twitterもあるよ、詳しくは概要欄から。毎日動画も出てるよ。チャンネル登録よろしく。せーの、あらゆる。